今回の特別編も前編に引き続きサッカー日本代表の守護神権田修一選手とのスペシャル対談をお届け。12番目でいい。いや11だから。エイジさんいったらギクシャクしなくないですか。ゴンちゃん的 MVP は誰の。じゃないですか。世界的な取り組みの SDGs、 内田篤人は話題のゲストと一緒に地球の未来を考える SDGs バラエティ、内田篤人の SDGs スクール。この番組はリクシルの提供でお送りいたします。いつも幸せにリクシル。ワールドカップの激闘を振り返り、 SDGs に関する取り組みについても触れた前回、後編でも試合の裏話をたっぷり話してもらいます。ドイツ強えやべえ。日本代表の守護神として好セーブを連発した権田選手、まずはそんな権田選手の数々のスーパーセーブの秘密を聞いちゃいます。アーツとの中で、まあ、権田選手、権ちゃんの特にこう印象に残ったプレーとか。他の番組では4連続シュートセーブみたいなのあったじゃないですか、うん、あれ何戦だっけ。ドイツ戦、うん、俺でも一番やばいと思ったのはスペイン戦の後半の同点になりそうなシュートありましたね、ワンツーで崩された後、はい、キャッチしたやつ、権ちゃんが、はい、俺はあれは終わったと思ったら権ちゃんが、うんやってたから安心しました。あれはもう読んでました、こっちに来るのは。いやもう読んではないです。でも、うん、オルモ選手は僕映像すごい見てて、オルモ選手はああいう時にこう結構、しかも試合の終盤ってあのドイツ戦もそうなんですけど、結構もう最初から飛ばすんで疲弊してるんですよね、はいはいはい、で結構だって序盤はなんか余裕持ってニア打てたりするんですけど、終盤は結構いっぱいいっぱいでファーに打つイメージはちょっとあったんですよ。へ、先には動いちゃいけないですけど、まあ、6-4 ぐらいで右の準備はしてましたね。あ、だからやっぱそういう準備じゃないけど、うん、情報もやっぱ入れてる。入れますね、やっぱり試合をたくさん見たりとか、あとはまあやっぱそれこそあのドイツでやってる選手はあこいつこうだよって分かるじゃないですか、うん、得意なプレーとか、うんうん、僕分かんないんでやってないんで、だからその分を埋めるっていうのはやっぱそうやってこう試合を見たりして情報を入れてとかしかないので、へ、そういうので、まあ、海外のサッカー見るのとかもともと好きなので、そういうのでなんかこの組み合わせ決まってからは割とドイツスペインよりは見る回数は増えたかもしれないです。そんなドイツ戦、スペイン戦での勝ち越してからの残り時間、選手たちはどのような気持ちでプレーしていたのでしょうか。勝ち越した後のあの攻められてる時間長かった。スペイン戦もそうだし、まあ、ドイツ戦もそうだね、うん、確かに長かったっすね。でもスペイン戦はもう僕後ろから見ててもうなんていうんですかね、みんなへの安心感がすごかったです。もうずっともう右サイドはもう堂安、富安、板倉でずっと喋ってるんですよ。もう今行った行ったとか、お気をつけろとかで、こっちももうずっと喋ってるんですよ、みんなで。でやっぱそのコミュニケーションみんな取ってるから、やっぱ穴がないんですよね、後ろから見てて。本当は抜け目ないというか、で、あの一シーンだけ一回そのアセンシオのシュート打たれて、うん、僕が弾いたのマヤがクリアしてくれて、ね、多分みんなちょっと一瞬フッて多分なっちゃったんですよね、うん、やっぱ一個ピンチが終わった後ってやっぱ抜けがちなの で、うん、でその流れで、まあ、あのシーン以外はだから本当にやられてるシーンって本当なかったので、うん、本当みんな声かけ合って、もう素晴ら後ろから見てたら正直やられる感じはあんまなかったです、うん、まあ、僕もやられる感じしなかったんで、うん、トイレに行きました。美容そこは大丈夫だ。では権田選手自身が選ぶ自己満プレーとは。権田選手が一番自分でこう自分を褒めたいプレーとかっていうのはありますか、うん、自己満プレーを教えて、うん、自己満プレー。僕自己満プレーはあのオルモ選手のあのウッチーが言った、うん、あれキャッチしたのは自分の中ではなんかおおって思いました。弾かなかったっていうのがでかいと、うん、そうです。僕ドイツ戦めちゃくちゃ弾いてたんですよ、やっぱり。いや、そう。そう、ドイツ戦は僕の中ではキャッチできるのも弾いちゃってた印象があったんです、うん、それはなんで弾いたの。やっぱ多分プレッシャー感じてたんだと思います。やっぱミスできないとか、やっぱキャッチするって弾くよりもう一個チャレンジしなきゃいけないんで、うん、もう一個高度な、うん、なるほどね。そこがやっぱり少し、まあ
置きに行ってたじゃないですけど、こうリスクを犯さないようなことをやっぱ弾くことを選んじゃってたので、それが自分の中ですごい気持ち悪かったんですよね。でそれがこうやっぱ3戦目の、スペイン戦であれキャッチした時は、あれをしっかりキャッチできたっていうのは自分の中でもう一個上の、多分あれ弾いても全然良かったんですけど、あそこでちゃんとキャッチできたっていうのは自分の中ではすごくはっって思いましたね。話題は選手同士の関係性についても。ライバルでもあり仲間でもあるゴールキーパー3人の関係性はどうだったのでしょうか。あのさ、3人いたじゃない、はい、今回エイジさんと、うん、ダニー、はい、シュミットちゃんとゴンちゃんと、シュミットちゃん、ちゃんとあのチームはギクシャクはしないの。しないですね。でも分かりません、エイジさんいたらギクシャクしなくないですか。まあね、やっぱ存在でかいんだ。でかいっす。僕エイジさん、まあ、言い方ですけど、いてくれてよかったって本当思います。基本的には自分、まあ、みんなそうですけど、自分が試合出ることしか考えてないですよ、日本代表に来て。でも、まあ、もうメンバー分かってくるじゃないですか、うん、で僕今でも覚えてるの、初戦の前日に、うん、ゴンちゃん、まあ、別にそんな心配してないけど、ゴンちゃんなら大丈夫だからって言ってくれたんですよ。で僕ブラジルの時もずっとエイジさん追っかけてた立場で、なるほどね、そのエイジさんにそうやって言ってもらえたっていうのですごくなんか安心できたんですよ。でやっぱその毎試合その都度、すごいこうやっぱ声かけたくさんしてくれるし、でそれもなんていうんですかね、俺は出る気ないよじゃないんですよ。まずは自分が出るっていうところをやった上で、もうメンバー決まった直前とかにもう一言パッて言ってくれたりとか、終わった後とかに、いやお前よくやったって、あのスペイン戦の後とかは言ってくれて、もうそれはなんか自分の中では本当に嬉しかったですし、キーパーってさ、1人しか出れないじゃないですか、で3人いて、まあ、今回もゴンちゃんがね全部出ましたもんね、うんうん、でそこの2人のメンタルとかね、気持ちの準備とか、そこの3人のこうキーパーのグループの保ち方ってすごい難しいと思うけど、うん、シュミット選手も、まあ、ダン、まあ、ダンって呼んでるんですけど、ダンも、はい、やっぱり、ね、ずっと多分皆さん、あの権田が出るのかダンが出るのかみたいな感じで多分なってて、正直僕にとっては本当最高のライバル で僕がブラジルワールドカップウッチーと一緒に行った時に、一つすごい今考えたらあダメだったなって思うのは、エイジさんのライバルになれなかったんですよね。要はエイジさん試合出る、じゃあ周作君が、西川選手がライバル、はい、でも僕はなんか若手枠みたいな感じに自分で勝手に思っちゃってて、いや俺も出るんだよじゃなくて、チームの雰囲気を良くするために何ができるかなとかっていう方に、最初からそっちのスイッチになっちゃったんですよ。だから今考えたらやっぱりエイジさんがそのテンションでやってくれる、でダンはもうそうやって、まあ皆さんもっていうのもありますけど、やっぱ常にこうどっちが出るかっていうので、ダンが試合ね、エクアドル戦とか出たら、新戦試合出たらいいパフォーマンスする、やっぱライバルがいたっていうのは自分にとってはすごく大きかったので。そして日本中が固唾を飲んで見守った運命の PK 戦についても聞いちゃいました。あとはだから PK 戦って結構ね注目集まりましたけど、俺さ7番目って本当なの。俺なんかヤホーで見たんだけどヤホーでね、7人目がゴンちゃんだったの。そうっす。なんで。いやもう僕別に全然蹴っていいよっていう感覚だったんですよ、全然蹴るよっていう。あれ5番目までは決まってたので、そうなんですよ。あれ僕最初そもそもみんながその1から5を決めてる時はその輪にいなかったんですよ。僕そのあのキーパーコー下田さんとちょっとそのどういう傾向があるかっていうのを確認してたんで、直前まで。でパーって始まるよって時に、それこそ酒井宏樹が俺6行くよ、俺6行くよみたいな感じで話してて、あじゃあ7どうすんのって言ったら、いや今いないんだよね、さあじゃあよ、じゃあ7俺行くよっていう感じ。俺蹴りたくない PK 俺だったら蹴らないタイプ。俺蹴らないタイプ。12番目でいい。いや11だからさっきは11人だから。あとが例えば監督だったとしたら、はい、もう決めてる。それとも決めて、いやもう外したら俺のせいだから思い切り蹴ってって言ってあげたい、俺はそっちタイプ。そっちタイプね。なんか別にどっちが正解とかはないです。ない、そうキーパーとしては気持ち的にどうなの。見せ場が来たって思うのか嫌なのか。嫌ではなかったですね、まず。で、あと見せ場が来たっていうふうに思って止めよう止めようってなると先に動いちゃうんですよ PK って。難しいね、はい、だからやっぱ落ち着いてやることが大事だっていうのがすごく自分の中では PK 戦の大事なところ。僕結構あれなんですよ、流れの PK も自分で与えた PK ってやられちゃうんですよ。ほう。
要は自分でやばいやっちゃった止めなきゃ、じゃあ例えばドイツ戦とかも、そうっす、やっぱあれ見ると早いんですよ動くの、でもやっぱチームメイトが与えてしまった PK っていうのはこうやばい止めなきゃっていうよりもやっぱ落ち着いてこう客観的に見れるので止めれる確率は高いんですよね僕実は。すげえ面白いじゃないですか話、ね、ありがとうございます。そうなんでなかなかそういう視点でね、そうそう PK 戦になった時ももう言ったらヒーローじゃないですか、だから分かんないです、うん、もしかしたら多分アルゼンチンのキーパーはヒーローになってやろうって思ってるんですよ。ああなるほどね。そういうのも必要かもしれないですけど、でも僕はやっぱそうなることで動あの先に動いちゃったりっていう可能性があるって思ってるので、だったらもっとそのキッカーがあのセンターサークルから歩いてくるときにどんな表情してるのかとか、なんかその雰囲気とかをちゃんと落ち着いて見れた方が止めれる確率が上がると思ってるんで、うん、疲れるねそんなんだったら、はい、では今回のワールドカップで権田選手が選ぶ日本代表の MVP は一体誰なのでしょうか。ゴンちゃん的 MVP は誰なの、まあ、マヤじゃないですか。PK 外したのに。いやでマヤじゃなかったら多分成り立たなかったですよマヤじゃなかったらこのチームになってない、成り立たないです。 PK 外したのはまあ一旦置いといて、はい、マヤがキャプテンじゃなかったら成り立たなかったです。その若い選手もそうだし、はい、なんかこうあったんですか彼がまとめてたのかな。こう本当、ね、いろんな選手に声かけたりとか本当そのチームの空気をすごい大事にしてとかっていうのをやっぱやってくれて、でその当然戦術面サッカーのとことかもいや選手がああだこうだ言うじゃないですか、うん、それぞれクラブでそれぞれ考え方があるから、うんうん、それをやっぱね、おのおのがじゃあ監督にこうだこうだって言ってたらめちゃくちゃになるのを一回マヤがそこ集約してやっぱ監督としっかりコミュニケーション取るとかっていうのをやっぱ買って出てくれてたので、だから本当マヤがあのまあ陰でっていうか思いっきり僕からしたら表から MVP なんですけど、マヤがあの皆さんが知らない部分でも相当な、まあエイジさんもそうですし、それこそまあそうですね、長友さんもそうですけど、まあ、いろんな部分で各部分ですけど、まあ、マヤが僕は一番今回は同い年なんですけど、そっかそっか、すげえなって思いましたね、うん、長谷部さんの後にキャプテンになったから、うん、彼はちょっとこう責任みたいのを感じてた部分はある、まあ、もうすごいマイブラザーなんでいろいろ聞いてはいますけども、長谷部は何も言わずに俺に託してきたみたいななんか仕事が変わる、あのなんかあるじゃん、はいはい、あるんですね仕事のなんかこう、うん、受け落としじゃないけど、なんか引き継ぎがねえみたいなことでしたから最初はねやっぱちょっと大変だなって思ってたっぽかったですけど、まあ終わってみればというか、ワールドカップ通じてね彼の存在はね4年間大きかったんじゃないですかね、うん、マイブラザーとしてもやっぱマヤのその活躍貢献っていうのはすごかった。いやそりゃね、僕も仕事柄インタビューしなきゃいけないね、うん、勝とうが負けようが、でもその中でもこちら側の立場もあの分かって、彼がキャプテンっていう立場でもありながらもこうちゃんと話してくれてたし、うん、まあ、ゴンちゃんみたいにチームに入ればそういうこともしてたし、もしね彼がこのままあの代表に入るかも分かんないし、サッカーを引退する時が来ても引退後も多分サッカーに関わっていかなきゃいけない人間だろうなというふうには思っております、うん、私はマヤ君大事なあのサッカー、日本のサッカーの世界では彼は多分外しちゃいけない人間かなというふうに思います。こんだけ褒めときゃいいだろ吉田見ろよちゃんと吉田悲願のワールドカップベスト8まであと一歩だった日本、ベスト16の壁を破るために必要なこととは。今回ワールドカップ惜しくもベスト16という結果でしたが、はい、4年後その壁を破るには必要なこと何だと思います。これさ難しいよね。でもね俺まあまあ難しいと思う。すごい難しいですけど、いける確率を上げるっていうのが大事だと思ってて、はい、うん、ってなったら僕が今すごい感じてるのはやっぱりじゃあああいう場でクロアチアの選手落ち着いてたんですよね、うん、だそれはもしかしたら分かんないです。普段からじゃあチャンピオンズリーグだってヨーロッパリーグっていうので、はい、もしかしたらそういう延長 PK じゃ本当しびれる試合とかっていうのを今までもたくさん経験してきていて、で、まあ、彼らは前回大会も同じような勝ち上がり方をしてたのでってあるかもしれないですけど、うん、そうだね、でもやっぱ今からそのワールドカップに向けてって考えたらやっぱそれぞれの選手がより高いレベルでその場数を踏むっていうのは、うん、なんかすごい大事なのかなっていうのはすごく思うのと、あとはせっかくこう日本には J リーグがあって、で日本のサッカーが今回まあ盛り上がったじゃないですか、はい、したらここからじゃあ本当3年半しかないので、うん、ここから3年半っていう中で
本当見てる皆さんが本当こうサッカーっていうものをより応援してくれて、こうサッカーっていうものが身近になってスタジアムにお客さんがたくさんいて、うん、やっぱなんかお客さんたくさんいた方がプレッシャーかかるじゃないですか選手って。やっぱ高揚もするし、だそれがこう例えば18歳とか17歳16 18歳19歳とかで経験できてたら、多分いきなり海外行ったりとか、じゃあいきなりじゃあ19歳で日本代表抜擢されてワールドカップ行ってもそんなにバタバタしないと思うんですよね。なるほどね。日本のサッカーの人気っていうものがこのまま3年半ずっと継続していくっていうこともこれっていうのじゃないかもしれないですけど、うん、確率を上げるためにはその選手たちは高いレベルで日本サッカーのに取りなんていうの日本サッカーに関わる環境っていうところももうなんかサッカー文化みたいのがよりこう根付いていくっていうのはなんかどっちも確率を上げるためには大事なのかなって思ってます。そんなもうワールドカップが出てる人が言うんだからそうなんだろうね。いやだと日常が ねちょっとずつこう、ね、うん、変わっていくってことなんだろうね。まあ、今回大きな戦い終えましたけども、はい、本田選手次の目標はありますか。やっぱ今回はベスト8っていうところをイメージが強かったので、うん、やっぱあのクロアチア戦の後半で最後は仕留めに行くんじゃなくてまず90分はしっかり終わらせようって、それはロシアのワールドカップからの、ね、まあ、1個、まあ、僕らが成長したところというか、はい、そこでやられないようにしっかり試合を終わらせようっていうところをやったので、それをなんかじゃなくてあそこで仕留めに行く、うん、ロシアの時はクロトワがキャッチしてカウンターで刺されたじゃないですか、うん、はい、だからそこを逆にできるぐらいのところのしっかり目標値を持ってもう少しでも上で日本がワールドカップで次勝てるような、そこにちゃんと自分があの手助けできるようなレベルまで上げていくっていうのが、まあ、そこに向けてやっていきたいなと思ってます。今日どうだった実際ゴンちゃんに話を聞いて。ゴンちゃんやっぱ話うまいわここからなんかねしっかり考えるタイプなんですよ、うん、ゴンちゃんって真面目にこう自分の目の前のことをちゃんと考えるけど先のことも見据えてねこうコツコツやっていくタイプの人だなとは思っておりました高校の時から、うん、なんか それがこう、うん、みんなに伝わってよかったそしてワールドカップで活躍してくれて俺はすごい嬉しいですね、はい、本当活躍もしてくれたし今日のトークもね、はい、わざわざ忙しいのに、うん、ありがとうございます。本田選手本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは、今回のまとめをまとめすんのこの特別会合の、はい、お願いします楽しみだな、はい、ですね、まあワールドカップ通じて権田選手にもこうやって来ていただきましたし、うん、テクノロジーもサッカーに取り入れられてますので、まあ、こういったこのワールドカップの機会を逃さずに日本でもこうサッカー自体スポーツもそうだし体を動かすっていうことも皆さんで盛り上がっていけたら SDGs につながるんじゃないかなと思いますので、 SDGs もそうだし皆さん権田選手の応援も、うん、お願いしますね。4年後また試合に出てベスト8、4行ってまたこの SDGs スクール、はい、やってる4年後も、はい、やってますか。めっちゃ覗いてる皆さんめっちゃ覗いてる。また来てもらえるようにこちらもあのサポートとして頑張りますので応援しております。以上